メヒテルト・フォン・デア・プファルツメヒテルト・フォン・デア・プファルツは15世紀の文芸の庇護者。メヒテルトはプファルツ選帝校ルート・ビヒ3世の娘で15歳の時にビュルテンベルクーラー母クルート・ビヒ1世と結婚した。5人の子女が生まれたが1450年、メヒテルトが31歳の時にルート・ビヒ1世は死去した。 1452年にオーストリア大公アルブレヒト6世と再婚した。1463年にアルブレヒト6世が死去した後、メヒティルトはロッテンブルクアムネッカーに引退した。この地はメヒティルトが死去するまで文芸の中心地となった。メヒティルトは愛称家で知られていた。ヤーコプ・ピューテリ・ヒホン・ライハーツハウゼンはメヒティルトのために詩を書き、その中で メヒティルトとライハーツハウゼンがそれぞれの図書館で収集したすべての本を挙げている。メヒティルトはこの詩の作成のためにライハーツハウゼンに94冊の本のリストを送っているがそれらの本の多くがライハーツハウゼンがそれまで聞いたことがない本であったという。1457年息子エーバーハルト一世と共にメヒティルトはフライブルクイーム・ブライスガウに フライブルク大学を創設した。1477年には、チュービンゲン大学も、息子と共に創設している。メヒティルトは1482年8月22日に、死去死、ギューターシュタインのカルトジオ会修道院に埋葬された。ビュルテンベルク・ウラフ・ハハクルートビヒ一世との間に、以下の五死を設けた。ありがとうございます。